はい、皆さんこんにちは。浅薙コンサルティング司法書士の加山真理乃でございます。司法書士をですね、やっている職業からですね、登記関係で会社登記をよくやるんですけれども、会社関係の変更登記とかするとまずもってですね、株主総会議事録っていうのは結構、必要になってきて、で、まあ、いろんな会社のですね、議事録を私はもう毎日ですね、たくさんの会社見てるんですよ。それこそ、まあ、毎日1日どれぐらい見るかな、でも5社から10社ぐらいね、議事録眺めたりとか、まあ、あとはまあ議事録自体を私の方で作成するってことは、いつものようにありまして、今日もですね、さっき、問われた会社の株主総会、それから取締役会の議事録を作ってきたばっかりなんですけれども、そういえば NHK っていうのはまあ、ちょっと特殊法人なので取締役会っていうものないんですけど、まあ、その一般の会社でいう取締役会になるに当たるものが、まあ、理事会になるんですね、 NHK の場合は。で、まあ、理事会とかっていうのはどんな決議されてるのかなと思いまして、ちょっとパソコンでですね、調べたところ、 NHK はですね、理事会議事録というのを、ホームページに公表をしていました。で、これはですね、月に4回もですね、理事会開いて、報告事項と審議事項、これ2つをですね、行っていまして、すごいまめにやってるんだなと思ってですね、どんな内容決議されてるのかなと思ってちょっと開いたらですね、まあ、ただただこう審議事項がだーっと書いてありまして、で、まあ、だらだらとね、こうこれ、まあ、書いてあるんですよ。皆さん見ていただきたい、リンク貼ってくんで見ていただきたいんですけど、で、書いたらその後なんか理事がね、こうなんか言うのかなと思ったら、もう意見等はありませんので原案通り可決しますっていうルールがですね、ひたすら続いてるんですよなんでこの議事録はと思って、他に、まあ、たまたまね、今日がそうだったのかなと思って、今週そうだったのかなと思って、その後ね、ずっと見るんですよ。で、ずっと見て、これ4月からね、私全部見たんですけど、もう全部意見がないんですよ。こんな会社あんのかと思ってですね、まあ、会社というのは組織ですけど、 NHK はびっくりしたというお話ですというお話ですというのはですね、最近私がハマっている懲役太郎さんかな、懲役太郎さんのちょっと真似だったんですけど、いや、それで私まさかそんなことはないだろうと思って、まあ、今年がたまたま調子悪かったのかなと思って見たんですけど、どれを見てもですね、ご意見がないということで、 NHK のですね、まあ、理事とかあと会長ですねっていうのは、月に4回ぐらいですね、こう議事会に参加して、なんかこう決まったね、誰かが下の者が作ったであろう議案を、まあ、たらたらとね、承認、黙々と意見を言わずに、承認していくという仕事をしているということが、私は分かりました。本当に普通のですね、会社だったら取締役会とか皆さん意見とか必ずあるんですよ。まあ、そもそもだから仕事をしていないのか、それとも意見を言えない環境なのか、まあ、そういうのちょっと分かりませんけれども、NHK の、ね、議事録はなんか、とてもね、気味が悪いぐらい、意見がなくですね、可決されていくと。で、ちなみにですね、ついでに N 国党の話とかあったりするのかなって思って見たんですけど、やっぱりですね、ありませんでした。で、一応ですね、予算とかそういう重要な、まあ、比較的重要な話は書いてあるんですけど、世の中のね、起こっているスキャンダル、 NHK 絡みのスキャンダルとか、まあ、そういったことは書かれてなかったので、私たちが見てもあまり面白くないという感じでございました、というお話です。ということで、今日は、ね、NHK の理事会を議事録を見てみました。まあ、仕事柄ね、議事録は毎日ね、もうバカみたいに作るんですよ。もうなんか何百と今まで作ってきたんで、なんか他人のね、組織の議事録というのはなんか仕事柄気になってしまう方なので、今日はね、NHK さんを見させていただいて、それに対するコメントを、させていただきましたということで、またね、なんかいろいろ発見したら、お話ししたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。